オリオンです。はい、今回の雑学はこちら。はい、お札の寿命は、何年なのかということですね。はい、お札は日本銀行から1日に多い時で2億枚も出ていくというんですね。その額1兆3000億円。こんなにたくさん毎日の大量のお札が出回ってるんですね。1ヶ月で50億人になる計算なんです。それが何年も続くことを考えると、ちょっと想像できない。だがそれは問題ない。お札の寿命はですね、長くて3年。日本銀行には、市場で疲れ果てたお札が大量に戻ってくる。なので、市場に出回ってるのは、常に約40億枚で、金額で約20兆円と言われているんですね。ちなみにこのお金を全部積み上げると富士山の 100倍ほどになるそうです。はい。